さあ今回も行ってみましょう。あのね、蓮舫の公約発表ね、蓮舫さん公約発表しました。私ね、全部見たんですけども、一言言いますね、事業仕分けやる気満々ですよ。もうあそこだけですね、見どころがあったのは、そしてもう一つあったのがね、記者の追及が弱い、もう愕然としました、もう残念でございますよ。さあ、ちょっと内容ね、触れていきましょうか。今日の2時からやったんですけども、こういう形で私ね、ずっと待っておりまして、同時にね、もう生でライブ配信を見ました。さあ、蓮舫さん、 さすがにねもともと芸能人だけありますからこの見てくれを、ね、気をつけるとまあこの辺はね蓮舫さんとは非常にこう慣れてるわけなんですが内容ね本当にひどかったんですよさあ見ましょうポイントはねこの7つなんですけども蓮舫さんがやたら言ってたのは4番本物の行財政改革要は事業仕分けですよ無駄なものを切ってやるとでねなんでこれが中心かっていいますと今日ね彼女はこう言ってました私はこの行財政改革が一番得意なんですやりたいんです こういう趣旨のことを4回か5回ぐらい繰り返してるんですよ。だから明らかに彼女はこれだけつまりね。他に全然ね。目玉になるものがないんです。人を集めてカメラを入れて自分がバッタバッタと切っているという姿。まあこれを見せたいんでしょうね。非常に残念でしたね。さあ、ということでこういう形で始まっていったんですけども、あのね。最初に汽車の忖度について話したいんですが、これはねひどかったですよ。典型的なのがはい、学歴差称でございます。 蓮舫さんんからも学歴差しを一切出ませんでした、まあ、これは、ねね、公約の発表ですからこれ公約じゃありませんから蓮舫さんから出ないのはまあまあこれは理解できるとところがねその後のフリーの質問で記者から私が記者だったら学歴のこと絶対聞きますよあの小池都知事の学歴問題についていかがでしょうかと今まで蓮舫さんずっとはくらかしていますからこの席で必ず聞きますよねところがね 誰一人として聞かないんですこれはね何でしょうね妙なこれなんか下打ち合わせといいますか暗黙の了解でもあるんですかねおかしいでしょうでこれね記者もあるいはね蓮舫さんもこの話題に触れたくないっていうのは理由がちゃんとあるんですで現状ではカイロ大学の卒業の問題がこう訴状に上ってますけどもこれ皆さん知ってますか蓮舫さん自体にも学歴詐称ではないかっていう疑惑がちらちら出始めているんです 小池さんはカイロ大学でしょ。この蓮舫さんは北京大学なんです。北京大学に留学した。 ことになっているんですけどもこれがね一部の報道によりますと留学なんてレベルじゃなくて語学研修に近いものである可能性があるとということを記事が出ましたでなるほどなとで当時ね一緒になった人間もこれ蓮舫さんがね授業に出てるなんて見たことないようなってそんな証言も出てるんですで私これを見た時にあることがふっと頭に浮かんだんですよほら台湾のテレビに出演しているような動画 結構出てるでしょところがねその台湾のテレビに出演しているニュースですよ動画の中で彼女は中国語喋ってないんですあっと思いましたねそうでしょうだって台湾でインタビュー受けてるわけですでしかもですよ台湾に私は心の拠りどころがあるとだって台湾生まれなんですよでここまでは不思議じゃありませんだったら中国語で話した方がいいと思いません 普通でしょだって台湾の人にとってはこのね日本の政治家と思われる蓮舫さんが中国語で喋ってくれればうわーね台湾出身の人は日本で活躍してるんだってなるでしょところがこの蓮舫さんなんと流暢な日本語ああこれは当たり前か流暢な日本語は当たり前ですよねで喋ってねなんと中国語話さないんですよで私ねこれ見落としていたんですけどもこの記事を見た時にああと思いましたねこれは中国語喋れないんじゃないかなというそういう疑惑喋れたとして もまさにタドタドしい中国語はいこれ小池さんと全く同じアラビア語を話せるんだけどもたどたどしいというね通訳をしていてしゃべれたやつさおかしいっしょというねそういう話なんか皆さんどうですつながってきませんかこの辺りおかしいなととなると蓮舫さんとしてもこの学歴詐称についてはなるべく触れたくないそしてマスコミにしても左派とか右派とかみんないるわけなんですが両方ともね泥仕合になっちゃいますんでちょっとこういうところはやめておこうかとなんかこういうことを聞いて ではいけないのではないかというね。雰囲気がなんか醸成されてるんじゃないかと思いますね。はい、そして次なんですが、これはねうん。言ってることはうん。まあいいんじゃないかと思ったんですが。 先ほどの、ね、本物の行財政改革なんですけども、ね、この左に真ん中にあるんですが現職知事小池さんですよ小池さんが誇る新たな財源確保8100億円の内訳が外部から評価できないとあなるほどねとこれはね蓮舫さんいい指摘ですこれ小池さんが新たな財源8100億円確保できたんだとこれは私の実績でございますと言いたいわけです。 ところがですね蓮舫さんから言わせればその8,100億円というのは小池さんの力によって出てきたお金とは限らないだろうと例えばね余剰金とか扶養額がたまたま積み上げられてポコッと出てきたねお金じゃないかとだからそれを検証しないと評価はできないこれは蓮舫さんの言う通りでございますね。だからね、えー、彼女 得意でしょうこういうのお金を持ってきてバーッと暴いてねどうだどうだってやりたいとしかも言いようがなくてここに食いついてるのはまあまあって気はしますただ右下の公金や補助金の支払い先は原則として公開しますそれはね公開するのはいいですよでもどうですかあのコラボに対してね1500万円とか2000万じゃないとはいコラボに10億円出しましょう公開したから文句あかと。 金額の問題っっててななないいいじじゃゃでですすすか公開もおそらくね、もう訳の分からないお金がどん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 流れていくかと思いますね。そして出ました、多様性でございます。これは立憲民主党でございますからね、パートナーシップとか、選択的夫婦別姓が実現するまで、これをね、東京都でやろうって言ってるんですけど、とんでもないことになります。で、ここで記者に質問してほしかったですよ。親一親にも京都で、あ東京でやるんですかってこのぐらい聞いてほしかったですよね。だけど、誰も聞かないの。 もうね、見てて愕然情けない。で、一番下、災害時にペットと一緒に避難できる可能性も検討しますってあるんですが、これを思い出してください、今年の1月2日に JAL 機が事故を起こしましたね、あの時、ペットが2匹いて犠牲になりました、この時ね、問題になったのが立憲民主あたり騒いでましたけども、ペットの命はどうでもいいのかって、またここで食いついてくるんですよ。でみんなね わけのわからんこと言ってたでしょペットも一緒に同乗できるようなね座席シートに乗せるような制度にしようここはいいんですけどもあのような異常事態が起きた時にはペットはそのまま置いて出なくちゃいけないっていうルールなんです。ということは現実的にはそうでしょ ペットの犬命助からないんですよで犬がですよ人間が通路を逃げたら足元にバン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 こう騒がれたらねあるいは大型犬が足元でねうずくまったりとかそこで吠いたり人噛んたらどうしますだからね認めるわけにいかないんですでも立憲民主はそこには触れないんですよただただペットを置き去りね見頃ろにしにしていいのかそれはおかしいってここまでは蓮舫さんも激しく噛みついてたんですけどもこれについてやっぱりそこだけ逃げちゃってるんですよねはい情けないで、えー、っと言うがないとでこれあこれはね 良かったかなはいでもね色々あるんですこれは小池さんがやってる東京予算見えるかボードということでえ中身をね透明にして都民にこれつまびらかにしましょうでこれいいでしょこれ何もあるかりませんね私これは小池さんがやった成果だと思ってますで蓮舫さんもこれはね評価してるんですよ だったらななんかね問題ないように感じますでしょところがねなんかね妙だなと思ってたんですけどもこれについてもなんかね記者がね全部、えー、発表が終わったと言ってたんですが小池都政をリセットするリセットすると言ってましたけども例えばこれについてもねリセットするのかみたいな質問が出たんです。これいい質問ですよで蓮舫さんなんて答えたでしょうか。リセットリセセッットトっって私は言ったんですけども 一部のコメンテーターが何でもかんでも全てリセットするような、まあ、要はね切り取って妙な言い方をしたから今日の会見ではリセットという言葉一回も使いませんでしたって言ってるんですだからね小池さんのことを非難するだけではなくていいものは継続するということを今日何回も何回も言ってるんですよそしてこの7つの公約の中にもそういうね質問を入れてきてるんですよねはいこれ会見の様子でちょっと引いてるんですけどもさあここで質問でございますこのの写真の中に超有名人が1人が 混んでるんですけどもさあ誰かわかりますか身の方ずっと行きますとあっと言いましたこちらを向いておりますカメラ目線の餅月磯子さんでございますよねドーンと言いますよねでね餅月さん今日完全封殺されておりましたねもう <laughs> 面白かったんですがあの当然記者が質問すると手を挙げるでしょで司会の人がえー、とじゃあ前から2人目の,あの黒いワンピースの方とかね白の方女性の方男性の方ってこうやってやりますよねでずっと行きましてね 望月さんの直前に東京新聞の原田記者って当たったんですよ。で原田さん質問します。でその次にさあ望月さんさあどうなったかと言いますとでははい、えー、その女性の方ということでアークタイムズの望月と申しますと東京新聞じゃないんかいお前はとまだここでもやってるんですが私ね今から何分演説するだろうと思って楽しみにしておりました時計見たんですで1分15秒ぐらい経ちましたそしたらなんとこの蓮舫さんが遮ったんですよ。 はいちょっとそこでやめてくれますか今2問質問できました出ましたんでねはいお時間ありますやめてくださいと。これね 磯子ちさんざ、ね、んじゃないです散々褒めてあげてきたこの蓮舫さんお仲間の蓮舫さんがね私の質問を遮ったとガーンときたはずなんですよねでその後ね司会者の人もなだめてたんですけども手一生懸命あげてたんでしょうんか言ってるんですよ横でぐちゃぐちゃはいはいはいね一巡しましたらまた二巡目で当てることになりますからお待ちくださいということで封殺されまして結局当たりませんでしたということでこの望月磯子さんは今日はねものすごいで欲求不満だと思いますよなんかね消化不良で でございますね。愕然としてると思います。きっとアークタイムスでその辺をバーッと言うんじゃないかと思いますけども、ざまみろって感じですね。さあ、そして もう一人ね、あれという人がいるんですけども、この赤枠の左上見てください、えー、最前列の一番向こうでこちらを見てる男性がいますがね、これね、ちょっとボケていますけども、サンデーモーニングにちょこちょこ出てきます、ハフポストの、ね、元朝日の記者じゃないかなと思うんですけども、さあ、彼についてもね、この会見を受けて次の参謀に、日曜日、どんなことを言うか楽しみにしておりますと、さあ、そしてもう一個あったんです、こんなシーン、これね、今回の会見の中で蓮舫さんが唯一見せましたね、口を すぼめて首を横に23回振るというシーンがあったんです。これ見逃さなかったんですけども、どんなシーンか質問したのは週刊金曜日、極左の週刊誌のこの記者でございます。彼がね。何触れたかとはい、彼が触れたのは？ 事業仕分けのことなんです蓮舫さんに対して民主党時代の、ね、今から13年14年前かなその時に事業仕分けやりましたが結果的には官僚にうまく丸め込まれちゃって失敗しましたよねで今回もいろいろ言ってるんですけども二の鉄踏むんじゃないのってことを言って なんですよ週刊金曜日とは蓮舫さん陣営ですよ味方なんですけどもそれ言ったとところはね蓮舫さんこれ気に食わなかったんでしょうね口すぼめてうーんって横にたであの首振るんですよつまり失敗丸め込まれたそんなことはありませんよってやってるんですけども結局この人はねどんな失敗も認めないこれが蓮舫さんになってはいけないという理由なんですよ。 だってこの人の話聞いてると、ただの一つの失敗を私はしたことがないという基本方針貫いてるでしょ。だから嘘で嘘をね、塗りかめ、たためると言いますか、おかしなことになってっちゃうんですよね。はい、この時もまあまあ結果的には頑張りますみたいなことを言ってましたかね。さあ、そして。 ここれれについいいいて話はは出ました。いや、これはいいんですよ。あの東京の、ね、0.99色出生率の話なんですがね、この出生率、確かにこれは、ね、大問題ですから公約としてこの蓮舫さんが挙げるというのは極めて自然で私は当然だと思います、ね。このままだと2分の1に人口が減ってしまうとで婚姻数も半減してしまったその理由は、ね、未婚率が上がっているんだ、まあ、当たり前の話ねで。非正規と正規の問題が出てそしてこの所得の問題、まあ、これは当然なんですけどね。ただ、 こここれ私聞いいいてて愕然としたんんででですすよよまは左上見てください。東京ののファクト本当の課題ってあるでしょまさに東京のファクトで彼女はね事実を並べてるだけなんですよ。こういう問題がある。こういう問題がある。こういうデータがある。でこれ言ってること嘘じゃありません。でも我々が聞きたいのはこういう事実を踏まえた上でじゃああなたはどうするんですかってことを聞きたいわけでしょところがこの先ないんですよ。 出てこないんです。こういう事実,事実があるとだから婚姻率を上げるような政策を打たなくちゃいけないこれは私は頑張ってやっていきたいと思う。 これでで終わりでございます。ただここでね小池さんだけはちょっとだけ腐しましたね、えー、婚活アプリを作って解消されるような問題じゃないんだとこれは要は小池さんを批判してると、あのー、とにかくね小池批判と封じてましたけどこの辺はちょろっと出てましたね <laughs> はいこんな感じでずっと話をしたんですがあとねもうちょっと気になったところもあったんですがこんな話題もねあったんです。 こちらになりますね左上に、ね、政治資金パーティーのことが書いてありまして政治資金パーティーは私は必要ないと思っているということを言ったんですがやっぱりこれね記者が突っ込んだんですよ。この裏金とか自民党とかそういう話今まで絶方鋭く蓮舫さんは突っ込んでいたんですけども今日はお話が出てないんじゃないですかと確かに出てないんですよ。 でね、私、ふっと気づいたんですが最終的には自民党という言葉そして、ね、裏金、ねえー、聞き漏れがひょっとしてある可能性もありますけどもこの2つのキーワード。 使わなかったですねやっぱり自民党って言ってしまうと裏金って言ってしまうと批判になっちゃうでしょでヒートアップしちゃうとおかしくなりますよねそれね蓮舫さん今日言ってないんですで今日この言葉に対して蓮舫さんがどう答えたかと言いますと確かに政治資金パーティーって私は禁止すべきだと思いますただお金の問題というのは無駄な支出これも含めて全体的に東京のことを考えなくちゃいけないもんですからこれを含めた上で私はどうしたらいいかってことを考えていけ はい以上次の方こんな形でさらっと流ししておりましただからね結論としては批判の批判ね批判だ批判だって言われないようにするためにその辺のトーンさかなり落としていたというのが私の印象です。 だからこれもそうでしょ。良い政策は発展させると。小池さん批判してるわけじゃありませんと。いいこともやってるので、それは継続しますよってことを言ってるんですよね。で、高齢者、福祉などの他の分野でも良い政策は続けることが前提ですと。だから、ここまで公約出すのが遅れたでしょう。この辺のこと調整してたんでしょうね、蓮舫さんね。このことを入れないと、ただただ小池を批判してるだけだって言われちゃうもんだから、まずいぞと。いいものは継続させるってこと、公約にぶっこもうぜということ でもうギリギリになってね別に約束はねこんなもん七つでも八つでもね五つでも良かったんですよまあ七つってことで収めようということでやったというのがまあほぼほぼこれはバレバレということになってきますよねはいそして、ね、最後にもう一個だけこれ記者から質問が出ました例のね選挙妨害の話あるでしょでこれについてね蓮舫さんの答えいやーやっぱりね玉虫色でしたね五十人の候補者が出てることについてこれについては自由だから問題ないと思います、えー、そして二番目の質問何でしたっけと言いながら だから15区の選挙妨害は確かに度を超えていたであれはいいんですけども度、ね、を超えていたとところがですねはい我々が聞きたいのは札幌地裁が出した判決ですね左派の諸君あ,のあなたのお仲間なんですけども阿部やめろ阿部やめろで大妨害しましたところは蓮舫さんが今日の言ったこと これひどいですよ、ね、我々の主張を聞きたい、これはね、民衆がいると、ところが、妨害によって、それがあ、ね、阻害されて、聞こえなくなってしまうと、そんなことはあってはならないと言ってるんですよ。だったら、あの札幌のケースもおかしいでしょう、安倍やべろ、安倍やめろで、周りの人は聞こえなかったですね、この矛盾はどうやって答えますか、蓮舫さんね、はい、こういうことは知らぬ存ぜぬと言ってることも、むちゃくちゃだと言うしかないでしょうね、はい。まだまだたくさんあるんですけど、もうこれ、きりがないから、ここでやめますね。はい以上 でなります今日の動画良かったと思う方いいねボタンそしてチャンネル登録もねお願いします。それでは